ゆなです。南京ペッパー、南京ペッパーです。はい、なぜ今日今私が一人かと言いますと、この後みんなで動画を撮るんですけど、その時に初めの南京ペッパーの挨拶をずっとやり直し続けたらメンバーはブチギレるのかっていうのを検証していきたいと思います。挨拶をずっと言うのがこう笑ったりとか間違えたりして、みんなちょっと呆れ始めて、で最終的にちょっとちゃんとしようよみたいな感じで怒ってくるのかっていうのをちょっと気になるのでやっていきたいと思います。スタート。さあ行くぞ。ちゃんです。はーちゃんです。ブリッコリー、オッケー、ブリッコでゆうたん、めっちゃ全力でブリッコさん、ゆうたん、ゆなです。ゆなです。はーちゃんです。やぎちゃんです。せーの、なんきーぺっぽちょっと待って、やばくない？待って待って、ごめん、ごめん、待って、じゃあ事前に言ったの。そう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 、ぺっに行くか。ゆなです。ゆなです。はーちゃんです。やぎちゃんです。せーの、なんきーぺっ、なんきーぺっぽです。はい、なんか違う、なんか違う、何が違う、もう一回やるの。納得いかん、マジなん、違うでしょ。ごめんごめん。ゆなです。ゆなです。はーちゃんです。やぎちゃんです。せーの、なん、きーぺ、なんきーぺっぱーです。はい、来ました。付き合い、違う、ダメ、なんかブリッコやめて。なんで、なんで、今日ブリッコがいいって決めてたの。ブリッコが、何が違う、普通に行く、普通に行く。やばい、ダメなんだって。でもこういうのでキャラ出していきたい。もう一回ブリブリキャラ。ゆなです、ゆなです、ゆなです、ゆなです。なんでハブってたの。ダメ、違う、ダメ、みんな違うキャラでいくんでしょ。オッケー、うん、ゆなです。ゆうさんじゃないし。ゆうさんなんです。ゆうさんなんです。ゆなです。ゆうさんです。ちょっと待って、もう一回テンション上げていこう。覚悟しなさい。狙ったのかと思った。逆にもう尺大丈夫かなと思った。